ミルチャ・エリアーは、ルーマニア出身の宗教学者、宗教史や民族学者、歴史哲学者、作家である、八つの言語を流暢に使いこなした。1932年頃、ブカレスト大学でエミール・シオランやウジェーヌ・イオネスコに出会い、三人は途中短い中断はあるものの、生涯の友人となった。1970年代以降、エリアーは自分が、 戦前鉄守団に対して共感を抱いていたことを自己批判してきた。しかしながら彼の政治的見解はインドのカルカッタ大学で長期間研究を続けたことに始まる彼の学問的業績には何ら大きな影響を及ぼしてはいない。カシムバザールのマハラジャがヨーロッパの研究者のために資金援助しているのを知ったエリアーでは マハラジャの奨学金に応募し、カルカッタで4年間の研究を行うことを認められた。1928年、彼はサンスクリットごと哲学をスレンドラナーとダスグプタの下で研究するためにカルカッタまで船に乗った。ダスグプタはケンブリッジ大学を卒業したカルカッタ大学のベンガル人教授であり、インド哲学史の著者であった。エリアーでは、 ダスグプタ教授の娘マイトレイと恋に落ち、結婚を望んだが、ダスグプタに反対され実現しなかった。この体験をもとにして、後に小説マイトレイが書かれた。1930年9月、ダスグプタの元を去り、1931年3月までヒマラヤの山小屋にこもる。1931年12月、ルーマニアに帰国。 ブカレスト大時代のエリアーデリューマニアに帰国後は、ブカレスト大学で、ナエイヨネスクの助手を務め、講義、著作活動を行う。1933年5月に発表した小説、マイトレイは大評判となった。1938年7月、政治的理由により逮捕され、ナエイヨネスクと共に見えるクレアイコール塾の収容所に送られるが、年内に釈放。 1940年にはルーマニア政府によりロンドンに文化担当の大使館職員として派遣され1941年から1944年までリスボンで同様に大使館に勤める第二次世界大戦後はパリに移住しフランスで活動する戦後にドイツの作家エルンスト・ユンガーとアンタイオス氏を共同編集発行している後に ヨアヒムワッハの呼びかけに応じシカゴ大学に赴任した。エリアーデの思想は、ルドルフ・オットー、ヘラルトス・ファンデルレーウ、ナエ、イオネスク、伝統主義派の業績に部分的な影響を受けている。エリアーデは、ヨアン・ペトル・クリアーヌなど多くの学者たちに決定的な影響を与えた。宗教史に関する業績では、シャーマニズム、ヨーガ、宇宙論的神話に関する著作において、 最も評価されている。シャーマニズムにおいては、表意ではなく、脱婚本質と解いた。近年、画家の岡本太郎が、エリアーでの著作から思想的に大きな影響を受けていることが指摘されている。また、作家の平野圭一郎も、エリアーでの著作の影響を受けたと述べている。なお、本国ルーマニアでは、小説家として認知されているほか、宗教歴史学の分野における、 エリアーデの遺産が雑誌アルカエウスに反映されている。没後、シカゴ大学進学部宗教史学科では、エリアーデの広範な貢献を称え、彼の名を監視、ミルチャエリアーデ記念宗教史講座職を設置している。エリアーデは、自らの理論の正しさを証明するために、多くの神話や儀式を著作の中で取り上げている。しかし、多くの学者は、エリアーデの取り上げ方は、 恣意的で彼の理論を宗教全般に当てはまるものだとするには証明が十分ではないと考えている。ダグラス・アレンはエディアーデは現代の宗教史学者の中でも最も影響力がありかつ人気のある人物である。しかし人類学者、社会学者、宗教史学者の多くがエディアーデの作品を無視もしくは軽視している。と述べている。 インド史を専門とするロナルド・インデンはエリアーデがカール・グスタフ・ユングやジョーゼフ・キャンベルらのようにヒンドゥー教をロマン主義的な見方で捉えていると批判している。インデンはエリアーデらの研究対象へのアプローチは主としてオリエンタリズム的なアプローチであってヒンドゥー教が現代に生きる西洋人に欠けている思想であるかのように思わせていると指摘している。ありがとうございます。